東野市の逃亡後、東野市の急遽家、森田昭治は、日本の陶芸家である。大阪府岸和田市出身。大阪府立岸和田高等学校を経て、1952年に、京都市立美術大学工芸科陶磁器専攻に入学。富本健吉らの指導を受け、1956年に卒業。大学卒業後、日立製作所参加の大亀陶園に入り、 主に顧客への贈答品の制作にあたった。実習の際に、栃木県益子町を訪れ、各家が釜を持っていることを知り憧れを寄せた。1958年に、益子の塚本製党所の研究生となったが、翌年に独立する。1959年から益子町で、1968年から岩手県東野市で作陶を行った。 1960年に結婚しているが、マシコに妻子を残し、東野絵は弟子のみを連れて行き、制作に打ち込んでいた。1961年に日本伝統工芸展に初入選。1966年に日本当時協会賞。1967年に高村光太郎賞。1974年に芸術編賞文部大臣賞を受賞。 1979年に東京都東久留米市に移る。1980年より体調を崩し、1981年から入院療養したが、1983年に白血病のため死去した。鴨田昌司、黒田桃園、鴨田昌司と栗木達介店、厚い美術館。ありがとうございます。